なんか薄れちゃうんですよ。Thank you.
とんかつ。はい、お待たせさん。無形文化財。で、このここがここにあるのは希望線で、僕が希望線でもそういうふうに運命がしてくれる。そういうあのなって。もともと養殖はそこの人間なんでこのラーメン屋さんに行くんだろう。居酒屋すりゃいいかったんだよ。居酒屋か一杯飲ます。そうですよね。それなんでラーメンになったのか。そういうのもですよね。僕は屋台でもいいやと、よしやるんだったら屋台でもいいやと思ったから、だからね、そのようにね、もうこれ看板屋のようになんか手余りこれなしてるから、ね、これはもっともらえたらこれね、ここよりも出てる人は仲裁が、でもね、あんまりここが短い人は子供に恵まれない。そういうのあるんですね。あの前本当聞こうと思ったんですけど、トンマツってなんでトンマツなんですか。これはね、僕熱海に行った時に熱海のお店が洋食と和食の店なんよ。そこで7年勤めて、でその名前をもらって、で新しい店でしょうと、でそれは火事になったんだよ。玉野の玉、うん、それがトンマツは昔はひらがなでトンマツだって。でもここでトンマツというのは、その後をうちに宴会作ってくれたあの密造船の人が雑されてやると。で残り3年7年したんだけど、残り3年もう売り上げ落ちてしまって、どういうならんだトンマツは辞めたんだったらうちをここやってくれんだって。3年間やればもう冷蔵庫も何もいらないから、いつも何も言うと言うし、でね、あとで現金50万渡したら、なんとかやってくれんかということで、やったのが、豚松で、トン太郎、ね、トン。で、うちがトン松。で、店を待つときに、トン太郎でお世話になったから、これで、トンと松の、同じトン松だけど、豚の松。トン太郎ってチェーン店の、ああ、そっから。それをね、7年間やって、10年やってないといけないの。それはもうやれなくて、その残りの3年やらなかったらもうお金も返ってこないし、家賃払わなきゃ、で残りの3年間やってくれんか、だから給料なしよ、もう給料もなしで、どうぞみたいな、だから43年だから、それでやって、それで店をこっちに、ね、それだけもう設備がいらないか、感じが、それでやったの。その時この人がおられた。ああ、なるほど。で、こいつは30万貸し、指輪100万の指輪を貸し付けて、で、1試合入れて、それから酒屋さんに50万貸し付けて、僕の生命保険から何本もらって、で、そんなのも、前に潰れた時に、もう、ろくなこと言われんがさ、潰れたから、まあ、そうですよね。だから絶対もう、立ち直したから、で、ここまで、もう36年、ああ、ここで。やってきた。なるほど。いろんなストーリーがめちゃめちゃ話、あれですね、いろんな出来事があって、恥に遭うこともそうやって、あれですね、いろんな出来事があって、恥に遭うこともそうやって、そして、その、孫さんさんも言うてくれた人ね、宴会で聞こえてくれとったな、その人が僕を言うてくれた、それも縁があった、それもトン太郎だろ、僕はトン太郎だろ、だから漢字の武者の武者を入れたわけ。本当はひらがなの熱海の時はひらがなのトンマツや、それで豚でトンマツのトンタルさんに縁があったからな、もう今持って店持ったからトンマツという、それでここまで36年間なんとかしてやってる、だから女も作られし、カップマクシも生活だしねえな、でみんなに助けてもらったからね、助けてもらったから今がある、もし金があったらその時言うわ、払えって言うわ、当たり前だよな、なかったからみんなしょうがねえからもうええ、ね、昔の写真見しとかね、あ、そうだそうだ、まあ、それはその三十何年前に店持てるか持てるか分からへんが、そんなんな、これはね、乗せねえ言うて、そうですよね、これはね、ちょっと美味しいで人間がびっくりしました。
い、ありがとう。一緒で。一緒で。これしてた。ちゃんと作っとくね。これ早いだろ。これは調味料。ああ、調味料。うん、そうしないと、まんない、まんないよね。一人じゃ大変ですもんね。そうそう。だから先にね、もう作ってあげて。ラーメンと丼とやっぱ全然違うんですかね、なんか内容っていうかは。いやいや、一緒ですかね、ここ。あ、まあ、もう、ええ、違う。あ、もう全然それを。内容は一緒なんだけど、やっぱりスープとか麺が入るから、味が変わるわ。ああ。だから入れるものは違う。他に刺さないといけない。なるほど、なるほど。うん、確かに。確かに。ありがとうございます。うわ。いらっしゃいませ。美味しいっすね。美味しいっすね。やっぱ違うんでええだろ。あの前酔っ払っとったんで、ちょっとやっぱの、まあ飲んでも飲んでも美味しいですけど、シラフの時は余計に。あ、ほんま。うん。ほんまええだろ。いや、あの後で会ったら見てください。ごちそうさまでした。すいません。なんかもう一つなんか食べたいですけど、なんかおすすめってあります？なんか、なんか食べておいた方がいいなみたいな。ラーメン。あ、カツラーメン、じゃあ。はい、じゃあカツラーメンお願いします。はい。また、次をくださいね、3本。はいよ。
カフェはこっちだな。そうです。パスタの方のカフェです。こっちだ。ないだな。はい。カツラーメン。はい、ありがとうございます。お待ちどおさま。本末の会です。待てよ。この台所やるじゃん。あとは変えた方がいい。890円。はい、また来ますね。はい、すいません。失礼します。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。